こちらのお客様の履歴は他店でのブリーチもあり複雑な履歴になっております。宿毛矯正もしております。オニヤンマジェルソルトを使ってブリーチのダメージが強い部分をケアしていきます。ブリーチは通常の何も混ぜていない通常のブリーチです。オニヤンマジェルソルトは通常の酸性のトリートメントとかとちょっと違いまして、毛髪のダメージを抑えてくれ、そして進行させないような配合になっております。これで、顔周りがかなりビビリ手前の状況の毛髪なのですが、オニヤンマで、ダメージ箇所をカバーリングしていきます。これはブリーチを今塗っております。根元の方のリフトが甘かったので、その部分をもう一度リフトして、毛先の部分にオニヤンマを使って、これはオニヤンマですね、ブリーチの上から塗っても効果がありますので非常に使いやすいです。これが仕上がりのアフターになります。毛先のビビリもない状態で仕上がることができました。